そう、俺が責任者を務めたバーチャル遊園地ドリームワールドに今度新しいアトラクション施設を開くことになってね。できればお前に体験者の一人になって俺に意見を聞かせてほしいんだ。簡単に言うと、まあゲームみたいなものだね。体験者はプレイヤーになってさまざまな障害を乗り越えて目標を達成できたら勝ち。ウエストタワーは女性向けに開発されてるからそんなに難しくないだろうし、同時に開発されたイーストタワーは違うけど、そういうこと。両方は同じ日に発表される予定だ。何その意味深な笑みは。お前ならそう言うと思ったよ。言わなければよかったと今更後悔してる。お前なあ、いつまでそんな格好してるつもりだ。女の子なんだからおめかしとかしないのか。その年になってもいつもそんな格好じゃおばさんもかわいそうだろ。またその話し方も。まったく、なんでそんなに頑固なんだ。基本誰でも参加できるアトラクションだけど、今度の発表の参加者は男性限定という指示だったからな。マネージャーに知られたらなんか言われる気がする。お前なとりあえず何とかしてみるわ。でもお前はそれ以上に俺を引きつけた。男の姿のお前を可愛いと思った時さえあった。男とか女とか関係なく、俺はお前のこと。
謎はまだ深い霧の中にある。どうかご静粛に。どう？当たり前だろう。実はまだドリームワールドを試したことがないんだ。嘘、マジ？てっきりまだ試してないのは俺だけかと思ってた。お前、大学生？なんだ、また同じか。お前とは気が合いそうだな。で、お前は緊張してるのか？だろうな。だ。あの、僕の顔に何か。うん、父が僕ぐらいの年の子が体験した方がいいって。ちょっと怖いけど。あ、はい。高校3年生です。本当に、この施設、大丈夫でしょうか？だって、精神を仮想世界に送り込むんでしょ？万が一、戻れなくなったら。そうですよね。おい、何ジロジロ見てるんだ。君は礼儀というものを知らないのか。それ以外何に見える？
こんなところで何してるんだ。他の体験者はもうみんな集まってるぞ。君も早く。とりあえずこの施設の内容、ゲームの概要を簡単に説明する。君たちはプレイヤーとして競り合い、塔の最上階にいるお姫様を助け出せれば勝ち。合計7つのステージがあり、全てをクリアしないといけない。まあ当然トラップがいくつかあるけど気をつけて。また知ってると思うけど、ドリームワールド内では君たちの姿は君たちが望むように変化する。まあ最初は多少混乱するだろうと思うが、夢が実現すると思って楽しんでくれ。何か質問は？なければ開始するぞ。途中で止めたければ大きい声で叫んで、すぐにこちらにその意図が伝わるから。では各自カプセルに入って。準備はいいか？では幸運を祈る。お前も気をつけてな。よし、あとは。なんだこの音は。皆さん、至急ホールに集まってください。え？なぜ？全員集まったか？よく聞きなさい。実はたった今問題が発生したんだ。何者かがこの施設のサーバーに侵入している。ちょっとどういうこと？現在私たちも対策を急いでいる。残念ながら侵入者がかなりの腕の持ち主で、すでに施設の半分を制圧している。ちゃんと元通りになるんだろうな。最善を尽くす。
な、くれぐれも気をつけてくれ。できれば私たちが君たちを助け出せるまでおとなしく待っていてほしいが、この場合君たちをすぐに現実に連れ戻さなきゃいけないんだが、残念ながらそれも不可能だ。今後何が起こるか。通信障害を受けたか。これじゃあ外部とは完全に断絶だな。これからどうする？でも、なんかもったいなくないか？せっかくの新しいアトラクションだ。試さないと損をする気がしないか？試してみたいとか、思わない？別に試したいってわけではないけど、待ってるだけじゃ性に合わない。俺は楽しければ何でもいい。どっちでも。決まりだな。けど万が一のことを考えて、二人か三人一組で行動しよう。何があるかわからないから。じゃ俺は先に行かせてもらうよ。団体行動なんて俺の性に合わねえし、お前ら勝手に組でも何でも決めな。じゃ、組み分けするか。別に誰でも構わない。決まったか。じゃあ残りの俺らは当然同じ組ってわけか。わかった。組が決まったと向こうに伝わったみたいだ。おお、最上階まで競争だ。その前に言っておくけど、俺はこんな格好してるけど、元は君よりも大人だ。勝手に子供扱いするな。わざと俺の話を無視してるだろう。まったく。にしてもお前全く変わらないな。そんなに女みたいな格好が好きか。想像力の乏しいやつだ。当たり前だろう。この発表の参加者は男性だけだからな。グダグダ言わないで、さっさと入るぞ。
お前はバカか。インストラクション、つまりこのステージでの指示の意味だろう。そうか、つまりあそこにある料理から自分が気に入るものを選んで、それを食べればこのステージは終了するってことか。お前何も聞かされてないんだな。俺たちは機械につながれた途端、自動的に思考や好みの情報を機械に知られてる。つまり嘘はつけない、そういうことだ。別に機械に知られるだけなら平気だろう。他人に見られるわけでもないし、ま、今更やめたくてももう遅いけど。準備はいいか？始めるぞ。何キモいことしてるんだ。あなたは誤った行動をしてしまいました。よってこのステージはクリアできません。つまりゲームオーバーです。運が悪いですね。最低では、スタート時点から改めてやり直してくださいませ。ではでは、次こそ幸運を祈ってます。ゲームオーバー。お前はバカか。インストラクション、つまりこのステージでの指示の意味だろう。別にどんな味なのかちょっと気になっただけだ。だからその、そんな得体のわからないもの、好きかどうかなんてわからないぞ。万が一気に入らなかったらゲームに負ける。
いつも食べてるから味は悪くないと思う。でも美味しいかどうかってわからないだろ。これよりも美味しいんだ。何？それが？それは…たまたまだ。俺は。熱すぎて味なんてわからないよ、このバカ。あなたは誤った行動をしてしまいました。よってこのステージはクリアできません。つまりゲームオーバーです。運が悪いですね。最低ですね。ではスタート時点から改めてやり直してくださいませ。ではでは、次こそ幸運を祈ってます。ゲームオーバー。お前こそまだ試してないからカレーの方が美味しいって思うんじゃないか。試してみたいと思わないか。せっかく目の前にあるんだ。お前ならこういうものってなかなか食べられないだろ。結局そうなると思ったよ。お前こそもっと素直になれば。
あなたは誤った行動をしてしまいました。よってこのステージはクリアできません。つまりゲームオーバーです。運が悪いですね。最低ですね。ではスタート時点から改めてやり直してくださいませ。ではでは、次こそ幸運を祈ってます。ゲームオーバそういうことか。ま、要するに今ここに俺の気に入る料理がない。フルコース料理が好きだと思ってたが、それも違うとお前に気づかれた。だったらお前が美味しそうに食べてるカレーじゃないかと俺も思ったが、実際まだ食べたことのない料理を気に入るかどうかなんてわからないだろう。つまりそういうことだ。さっさと出るぞ。なんか言ったか？先ほど俺たちがここに着いた時の部屋だろう。どうやらあそこは俺たちの個人部屋になってるらしい。俺でもスポンサーの息子だ。事前にいろいろと聞いている。どうせさっきのゲームで一日終わったんだろう。ま、推測だがな。今日はこのままそれぞれの部屋で休めば。何？ゲームなんて適当でいいんだよ。先に行く。
あれのことだろう。どうせただの試験だろ。シンプルで簡単だ。終わった。何してる？簡単な問題ばかりだろう。何を言ってる？すべて高校で習ったはずだ。答えなら教えないぞ。もしかしてお前がやってるやつと違うって思ってるのか？ちょっと見せろ。俺のと違う。お前な、ここってゲームじゃなくてあくまでもアトラクションの一つだから。待て、まさかと思うけど、お前問題用紙を見た時何を考えたんだ？それだ。俺はゲームだからどうせ子供向けの試験だと思ってた。可能性はある。ここは夢が実現するドリームワールドの一部だから。とりあえず何か簡単なものを想像してみろ。解けそうか？やっと終わったか。何その、アキちゃん。
くけど、俺はお前よりも年上だ。さっさと始めよう。俺は先に行く。坊ちゃん、神原様からのプレゼントでございます。インドから輸入された特別な紅茶でございます。アキオ様、これをどうぞ。アキオ様、アキオ様。アキオ、お前はなぜわからないのだ。わからないわけじゃありません。これはお前のためでもある。わかってます。やめてくれ。お前はもっとビジネス相手に愛想を振らなきゃいけない。我慢というものは特に必要なものだ。わかってます。もうやめてくれ。本当に分かっているのかね。やめろ。悪かった。しばらく一人にしてくれ。
俺はもう今までたくさんのプレゼントをいろんな方にいただいた。けどそれは僕宛てでも僕宛てじゃない。みんな父の機嫌を損ねたくなくて俺を可愛がるふりだけしてるんだ。笑っていても心の中でみんな別のことを思ってる。なんて気持ち悪い奴らとずっと思ってた。気持ち悪いけどその時はまだ我慢できた。けど俺も大人になって会社の代表として動き回るようになってから俺もそうしなきゃいけないと散々言われた。俺は普通にしていたい。けどもっと愛想を振らないとビジネス相手の機嫌を損ねてしまう。結局俺はその気持ち悪い奴らの一部になるしかない。じゃあ本当の俺はどこにいる？誰になら本当の俺を見せられる？本当にお前を信じていいのか？これは。冴えないサラリーマンで悪かったな。俺はただ会社の代理としてスーツを着ていただけだ。なんで突然敬語になったんだ？俺の信頼できるやつになりたいんじゃなかったのか？だから変に気を使うな。
今までのように喋れ。待て。ありがとう。元気ないな、お前。確かに随分と子供の俺を可愛がってたな、お前。もしかして俺が大人に戻ってがっかりした？宝の山から一番大事なものを選んで、それを出口まで持っていく。考えてもしょうがない。始めよう。気にしろ。関係のないものを取ってしまったようですね。これから罰が与えられます。あなたも宝物の山の一部になりましょう。おい、早く俺の手を取れ。とりあえず早く立て。さあ出口まで走るぞ。またあの変な縄に引っ張られたいか。走るぞ。
やっぱりか。本当にバカだな。それは自分で考えろ。俺は先に部屋に戻る。あいつ時々妙に可愛く見えるし、これはまさかな。俺は自分がずっとストレートだと思ったけど、実はバイだったのか。聞こえてるか？お前は無事か？よかった。なんとかやっとお前に通信ができた。残念ながらそれはまだ不可能だ。にしてもじっとしてろと言ったのに勝手に行動するとは。とりあえずお前に知らせなきゃいけないことがある。ゲームマスターについて知っているか？つまりゲームの制御を握っている者のことだ。通常なら俺たち、つまりスタッフ側がやってるけど、今回は
外部からの侵入、ハッカーの仕業によって制御が二方に分かれてしまった。かなりやり手のハッカーで俺たちも困ってた。そしてここで一つ大事なことが分かった。ハッカー自身はアトラクションの中にいるかもしれない。外部からに見せかけて実は内部から攻撃を仕掛けているらしい。俺たちも対応に困ってるんだ。ハッカーはプレイヤーの中に紛れ込んだのかもしれない。くれぐれも気をつけて。誰も信じるな。ノックぐらいしろ。さっさと入れ。バカバカっておい。あれ。お前もここまで進んだか。こんにちは。そうそう、お前は最初から変わらなかったな。当たり前だろ。そういえば自己紹介がまだだったな。俺はタカシで、こいつはクオン。あれ、お兄さんって体験者の中にいたっけ？お兄さんをやめろ。俺は二個上なだけだ。老けてて悪かったな。途中でやめるな。おい。それで？本当か？でもプレイヤーって俺らのことだよね。言っていいのか？ハッカーは多分彼だ。単独行動をしたあの赤い髪の男、一番怪しいのは彼だと僕は思います。あいつか。確かになんだか怪しい。なんでもない。そろそろ次のステージに進まないか。そうだね。ねえ、ちょっと。おい、お前アイスと組んで平気なのか？あいつなんだか怖くない？二人で何をこそこそやってる。やべ、
じゃあ僕たちは先に行く。また後でね。ちょっとな。俺たちも行こう。時間を無駄にできない。やめろ。お前はあいつをなだめる術とか知ってるのか。お前はバカか。殺されるぞ。絶対殺される。そんなことない。おい。こんな化け物相手じゃ素手で倒せるか。お前も早く参戦しろ。やめたら殺されるだろうが。お前は何を。早く出るぞ。遊ぶのは後にしろ。
所詮ただのまやかしだ。早く忘れろ。何？そうか、それは悪かったな、かわいそうに。悪かった、いろいろと。少なくとも現実じゃないだろう。ほら、さっさと行くぞ。まずは手をつなぐんだろう。落ち着け、まだ始まったばかりだし、ゲームオーバーになりたくないだろう。これはどういうことだ？俺の体をどうするのかは俺の勝手だと思う。勝手に決めるな。
何百面相してるんだ。行くぞ。普段一気に行かないだろう。このコースってかなりハードルが高いぞ。そんな時間あるか。常識だろう。行くぞ。次は食事だ。これでしばらく休める。何してる。もたもたするな。適当に言えばテーブルの上に現れるんじゃないのか。なんだそのため息。お前は気持ち悪かったか。そうだったのか。お前が嫌ならやめよう。お前に無理してほしくない。おい、興奮しすぎじゃ。あなたは誤った行動をしてしまいました。よってこのステージはクリアできません。つまりゲームオーバーです。運が悪いですね。最低ですね。ではスタート時点から改めてやり直してくださいませ。ではで、ゲームオーバー。俺は俺はお前のことをいい親友だと思ってる。お前言ったろ、俺にとって最初に信頼できるやつになるって。俺はそれに救われた。お前が知ってる通り、俺は冷たい男だ。前みたいにまた
お前を怒らせてしまうかもしれない。それでもお前に俺のいい友人でいてほしい。本当に感謝してる。出よう。どうせ制御握ってる側の嫌がらせだろう。あ、また明日。緊張してるのか。ま、その通りかもな。どうせやることは分かってるだろう。それは俺もまだ何も聞いてない。当たり前だ。彼女は完全に人工知能のはず。
やめろ。こいつは俺の大事な親友だ。お前の気持ち悪い誘い方で勝手にこいつを惑わすな。なんでお前まで同じ反応するんだ。変なことにこだわるな。おい、なんだ、戻ってしまったのか。目を覚ましたか。おめでとう、君たち二人が優勝者だ。俺も聞きたい。一体どういうことだ。俺たちは事件で出てこられないと思っていたが。いやいや、発表はたった今無事に終了して、じきに他の体験者も目覚めるよ。あ、最初のあれならごめんな、ただの演出だから。演出ね。そうだ、まだ数時間しか経ってない。ま、アトラクション内だと時間の感覚が違うからな。とりあえず二人ともお疲れ様。もう帰っていいぞ。そうさせてもらう。おい、お前も来い。忘れたとは言わせないぞ。